せーの、ルンルン、どうも、しほるんです。今回はですね、かっこよくて強い感じの韓国アイドルになりきってみようと思います。それでは早速始めていきましょう。スタート。こんにちは。それではやっていきましょう。まずはじめに下地をやっていきます。じゃじゃーん、こちらキャンメイクポアレスエアリーベース02番でございます。これね、めちゃくちゃふわふわしてるの。ふわふわふわ、毛穴が気になるところに塗ります。するとね、これすごいんだよ。めっちゃ毛穴が埋まる。綺麗に、やっぱりアイドルはめちゃくちゃ肌が綺麗なので、ここで肌を綺麗にしていきましょう。なんか声枯れてない？って最近めっちゃ声枯れるんだけど。そしたら次にこちら、キャンメイクパーフェクトセラム BB クリーム01番化粧下地ファンデーションでございます。塗っていきます。適量、そんな多すぎてもって感じなので、取って塗って伸ばして叩いて、ちょっとやっぱ喉がカラカラな気がするから、お茶飲んできます。お茶と卵焼き一つ食べました。ありがとうございます。下地とクリームを塗ったということで、次にパウダーをやっていきます。今回使うパウダーはこちら。中に鏡もついてるけどさ、鏡としても使えるよね、こうやって。めっちゃ綺麗に反射する。今回はこちらのパウダーを使っていこうと思います。キャンメイクマシュマロフィニッシュパウダーアブルームでございます。中はね、こんな感じになっております。11月の下旬から発売されたもので、カラフルでめちゃくちゃ可愛いですよね、これ。白浮きしないように一色一色のカラーがしっかり発色するように調整されてるみたいで、5色使いした時には補正カラーによって透明感が出るようになってるそうです。私ね、これ動画撮る前に何回か使ったんだけど、本当にすごくって、普段使ってるパウダーとかってすごい白浮きしちゃうの。だけどこれは自然につくから、ちゃんとパウダーとしての役目も果たしてくれるし、透明感も出るし、すごいなって思った。これしっかり発色するから、必要なカラーを取ってピンポイントで気になるところに使用することも OK だそうです。小さいブラシでピンク使いたいなと思ったらピンクだけ取ってみたいなのもできるらしい。カラーコントロール機能として使えるそうです。このイエローが目の周りのくすみに、ピンクが血色感をプラス、このグリーンが小鼻の赤み、このパープルとホワイトはハイライト効果として使うと効果的だそうです。すごくね、めちゃくちゃ勉強になるよね。そして UV カット効果があって、SPF19PA2+ になっているそうです。洗顔か石鹸でオフできるみたいなので、めちゃくちゃ楽ちんだと思います。キャンメイクのマシュマロフィニッシュパウダーは、中学生の時にいろんな YouTuber さんが紹介してて、もう本当に憧れてたの。もうなんかマシュマロフィニッシュパウダーが欲しいってずっと思ってて、同級生のお友達とかもメイクをしだす年頃だからさ、みんな持ってて本当に憧れの存在だったの。だから今こうやってね、新商品を紹介できてることが本当に嬉しくて、本当にありがとうございます。学校はメイクしちゃダメだけど、放課後は遊びたいって時とか、軽くメイクしたいなっていう時にささっと塗れるから、これめちゃくちゃいいと思う。というわけでこちらを塗っていきましょう。でね、私はこのマシュマロフィニッシュパウダーのパフがすごい好きなの。なんかもうプニプニって感じ。私の最近の一押しコスメなので、ぜひ皆さんマシュマロフィニッシュパウダー買ってみてください。なんだ、久しぶりに使ってまた熱がやばい。最近これしか使ってないです。本当に自然な感じでトーンアップするし、透明感がやばいの。これマジおすすめ。はい、というわけでこんな感じでベースが完成しました。そしたら今から眉毛とかハイライトとかチークとかやって、アイメイクして頑張ってやっていこうと思います。それではまず最初に眉毛やっていきましょうか。今回使うアイブロウはこちらです。キャンメイク3 way スリムシェードライナー01番。これね、すごいんだよ。箱に書いてあるんだけど、二重強調、二重幅の線に沿ってヒューって書くことで、二重幅がより強調して見えるっていう、まあもう名前の通りです。そして涙袋の影、名前の通り。そしてアイブロウ、アイブロウにも使える。スリーウェイ、やばくない？眉毛サロンには行ってるので結構形は整ってると思うんですけど、気になるところに塗っていきましょうか。すげえ、めっちゃいい感じに描ける。こんな感じでございます、眉毛。そしたら今日は眉毛はこれで以上です。そしたら次にシェーディングをやっていきましょう。シェーディングは私の大事な大事な工程でございます。アイドルはね、すごく顔が小さいのでしっかり削っていきましょう。今回使うシェーディングはこちら、キャンメイクシェーディングパウダー04番でございます。結構これはブルベ寄りなやつらしいです。ちょっと私イエベかブルベかわからないんですけど、この色がすごく可愛かったのでこれにしました。シェーディングの色に可愛いも可愛くないもちょっとないかもしれないんだけど。それでは影を描いていきます。鼻の付け根と鼻先だけスーってやるとね、マジ細い、なんかもう違和感ありまくりになっちゃうから、鼻先ウェーン。 OK、 こんな感じでございます。そしたら次にこの顔周りのシェーディングをやっていきましょう。これはすごく大事な工程。付属のブラシがあるので、これでしっかり取ってやっちゃうよ。ここの耳のゴムはですね、むくみ取りのためにやっております。チホルンのメイク動画だと多分毎回やってると思うので、ぜひ見ていってください。そしたら次にハイライトを入れていきます。アイドルは本当に
ツヤツヤなので、しっかりシェーディングをしていきましょう。ハイライトでした。すみません。今回使うハイライターはですね、グローフルールハイライター03番でございます。このね、グローフルール系のやつね、めちゃくちゃ憧れてた。これもね、さっきのパウダーみたいにね、いろんな色が入ってて、使いたい色をね、使うことができます。けど私は全体的に混ぜて使う、いつも。今回は、ここに C の字に入れていきます。イエーイ。これで私もアイドルだ。そしたらですね、このちっちゃいブラシを使って、この2つを混ぜます。ここはね、白とね、薄ピンクみたいな感じになってるんですけど、こう、シュシュシュって混ぜて、鼻先を塗っていきます。ちゃん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 。こんな感じです。ちょっと塗りすぎた。そしたらぼかして、鼻筋にも軽く塗っちゃいます。綺麗なハイライトになったのでは。唇の上にも塗って、顎先にも塗って、この辺にも塗っちゃって、はい。というわけで、ハイライトは完了でございます。まあ、メイクなんて後から全部付け足したりできるので、メイク完成して足りないなと思ったらまた塗ろうと思います。次、チーク行こうと思ったんですけど、チークは最後にします。このチークめちゃくちゃ可愛いから最後まで見てね。そしたら次にアイメイクです。アイメイクが一番個人的に大事だと思ってます。最初にカラコンをつけます。それでは、つけましょう。3、2、1。じゃじゃーん。見えますでしょうか。今回はですね、結構縁がない感じのアイドルを意識した感じのカラコンにしてみました。爬虫類っぽい感じですね。今回使うアイシャドウはこちら、ファンメイクシルキースフレアイズ03番。これ超お気に入り。まず一番最初にですね、ここの真っ白な色を塗っていきます。まあ、真っ白というかちょっとクリームっぽい感じの、これをベースとして全体に塗っていきましょう。アイシャドウはね、こう適当にパパパパ塗るんじゃなくって、丁寧に塗ることがすごく大事だなと私は最近とても思います。なので皆さん丁寧にアイシャドウは塗ってください。本当にツヤツヤにして大丈夫、なぜならアイドルだから。こんな感じで塗れました。そしたら次に、こちら。茶色だけど、なんかちょっと明るいオレンジ味のある茶色ですね。これを使って、二重幅に塗っていくんですけど、目尻をね、強調して塗っていきます。なんならもう、塗りすぎやろってぐらい広範囲に塗ります。こんな感じで塗れました。イエーイ。次にアイラインを引いていきます。まだちょっとアイシャドウとかこの後塗るんですけれども、とりあえずはアイラインをやっていきます。今回使うアイラインはこちら、キャンメイクスリムリキッドアイライナー01番でございます。マジで中学生の時キャンメイクのアイライン何本買ったか。今回はですね、ちょっと跳ね上げ目に塗っていきます。いつもさ、こうまっすぐ引くからさ、ちょっと緊張する。ちょっとこれやりすぎ、なんかもういつもの私じゃないよね。けど大丈夫、まだまだこの後アイシャドウがあるから。はい、というわけでちょっと完璧な左右非対称、完璧な左右非対称ってダメなんですけど、完璧にねアイラインが引けてるわけではないんですけれども、まあまあまあ誤差だと思ってください、すいません。そしたらですね、もう一回アイシャドウをやっていくんですけれども、さっき使ったのがね、こことここじゃないですか。次にここです。このめちゃくちゃ濃いやつを、もう本当にこんな細いブラシ、これ多分ねリップブラシなんですけど、アイシャドウブラシとして使ってます。ちっちゃいアイシャドウブラシで取って目の際に塗っていくんですけど、アイラインの先っぽからってほどではないけど、結構広範囲にね、ここの目の際に茶色を入れていきます。これやるだけでマジで目のデカさが違うように見えません？目の際に茶色塗るっていうのが最近の私のブームです。そしたら次に涙袋をやっていきます。使うのがこちら、さっきアイブロウにも使ったこれですね、キャンメイク3WAYSLIMSHADELINER 01番。なんかあんまかっこいい系のアイドルって涙袋作らないイメージなんですけども、私はね涙袋があった方が似合うので涙袋を描いていきます。黒目あたりからスーっと外に開くように塗っていきます。後からぼかすので最初は濃くて大丈夫。やっぱね、綿棒は相棒です。そしたらですね、次にこの付属のチップでここですね、最初に塗ったこれを涙袋に塗っていきます。アイシャドウブラシで塗るのとこういうチップで塗るのってすごい密度が違うから、めっちゃ綺麗に塗れるんですよ。これ塗っていきます。これでかなり涙袋がぷっくりしたのではないのでしょうか。そしたら次にビューラーをやっていきます。しっかり上げてください。めちゃくちゃ上げました。そしたらですね、次にこちら、キャンメイククイックラッシュカーラー BK ブラックですね。普段私はこのキャンメイクのクイックラッシュカーラーの透明のやつを使ってたんですけれども、今回ちょっとブラックを使います。これねマジで上がるので、めっちゃキープされるから超おすすめ。くしみたいなファサファサじゃなくって、こういうプラスチックのねコームになってるので、めちゃくちゃ塗りやすいです。ちっちゃめだしね。マスカラをするときは上からじゃなくって下からやるとめちゃくちゃ塗りやすいです。
こんな感じでファッサファッサになりました。マジで下まつげをね、できるようになりたいんだけど、下まつげがね、結構逆さまつげというか、上に向かって生えてるから、いつもうまくできなくて。というわけでこんな感じでアイメイクは以上になります。そしたら、チークをやっていきましょう。チークはこちら、キャンメイク、マットフルールチークス05番。これめちゃくちゃ可愛い。最近ずっとこのチーク使ってます。最初にこの辺の周りの色を取って、ソソソソソって塗るんですよ。ベースを作るような気持ちで。そしたらこの真ん中を取って、ポンってやって、この色が可愛い。こんな感じでチークは完了でございます。そしたら仕上げでございます。このハイライトですね、この辺の色を取って目頭です。目頭にポン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 って塗ります。こうすることによってこう目が大きく見えるそうです。こんな感じでメイクが完成しましてない最後にリップを忘れてました。使うのはこちら、キャンメイクリップティントシロップ05番でございます。私このね、キャンメイクのリップがすごい好きで、韓国のことね、お菓子交換とか私今まで2回やってきたんですけど、2回ともね、このキャンメイクリップティントシロップ、これを入れて送りました、韓国に。すごい喜んでもらえるし、超可愛いからおすすめ。ほらこの色が可愛い、ツヤツヤしてるし、まん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 するといい感じに馴染みます。というわけでこんな感じでございます。そしたら着替えて髪の毛もやっていきます。それでは、チャンネル登録よろしくにゃん。はい、というわけで皆さん、こんな感じでメイクが完成しました。イエーイ。着替えとか髪の毛やるついでにネイルも変えてきました。ちょっとアイドルっぽいでしょ韓国風ネイルをしてきました。今回はですね、キャンメイクのコスメを使ってかっこよくて強い感じのアイドルになってみました。なりきれてるかなというわけで、今回動画で紹介したこちら、キャンメイクマシュマロフィニッシュパウダーアブルーム、これすごくいいので、ぜひ皆さんも使ってみてください。本当に素敵な新商品となっております。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイロンロン、バイバーイ。インスタグラムとツイッターのフォロー、チャンネル登録もよろしくお願いします。コメントお待ちしております。バイバーイ。